北の獅子たちの手のタイミング間違えた。なんだよ。はいどうも、北の獅子たちのフリートです。ハルくんです。はいどうも。カメラマンです。はい。結構前にその自販機で無料で買える方法っていうのをやったんですよ。やったね。夏にやった。その時は最初に100円入れて、その時に10円10円入れるパターンとか、あと10円を全部入れるパターンね。10円12枚入れる。そう。っていうパターンのどれかにその、まあ、隠しコマンドがあって、まあ、その中どれかのパターンが無料で買えるってやったんですよ。それを検証したんですけど、まあ、実際無料で買えなかったと、はい、まあ、その動画に、まあ、コメントをいただいて、まあ、そのこの方法とか、まあ、僕の学校ではこういう方法がありますとかね、まあその定かではないんですけど、まあ、そういうコメントをいただいたので、今回それを全部試してみようじゃないかと。改めてね、コメント欄に来たやつをね。それじゃあ早速やっていくんですけど、はい、まず最初に一つ目、このお金普通にあるじゃないですか、うん、120円あるんですけど、これ120円を入れて、まあ、これジュースを買うじゃないですか、この120円ね、まあ、普通の動きだねこれは、まあ、これを買う瞬間にお釣りのレバーを押すと、つまりこう押した瞬間に120円反映されるけど、このお釣りを返却ボタンを押してるんで反映された上でこのお釣りが持ってくるんじゃないかと。なるほど、ジャンギはもうどっちにしていいか分かんないもんね。ちょっと混乱する作戦みたいな。試してみますか、はい、まず120円入れます。これ同タイミングにしないとダメなんで、でも120円の商品と、まあ、お釣りレバー、お釣りレバー同時にいきます。同時押し頼むよ。いくよ。はい、お、結構ぴったりだったよ今。きた。いやねえじゃねえかよ。お釣りを今回ちょい早めで。 うわびっくりした。くっそー、この方法は無理、これダメだってことか。はい、それじゃあバトンタッチして、はい、次お兄さんやります。次はお金を例えば150円、うん、入れたら最後に入れるお金あんじゃん。そうね、うん、最後にお金を入れた瞬間に瞬間その欲しいやつを連打しまくる。ああ、それを学校でやったら本当に大量に出てきたみたいな。無料どころの騒ぎじゃなくて大量に、そうそう、なんか4個くらい出てきたみたいな感じで。とりあえずまず100円入れます。なるほどね。これ50円入れた瞬間ここを連打します。すげえな。かなり連打しようよ多分。そうだね、そう、連打した数だけ出るとかじゃない、もしかして。ああ、なるほど、だから4個出たのか。いきます。来た来た、1個しか出なかった。1個しか出ないゆえにお釣りすら出てこない。ただ買った。はい、次は1000円なんですけど、1000円を使う。まずちょっと高いお金を入れて、まあ、500円玉とかでも多分いけると思うんだけど、ああ、じゃあ、まあ、1000円って表示されるじゃん。されるね。でここでまあ、何本か買えるじゃん。買えるね。1本とか押して、で残りまあ900円ぐらいになるじゃん。でも放置したらもう返却しますって900円ボロボロって押してくるじゃん。あ、そうだね。この戻ってくるタイミングで押す、うん、押しまければこの900円を戻そうとするけど、この900円で買おうとするっていう、こうお互いまた迷う感じになって、まあ、ジャンキー側がね、ジャンキー側のプログラミングに入り込むみたいな。そうそうそう、迷わすみたいな。でまず1個買います。はい、910円。落ち、落ち、それどれぐらい出てくるんだろうね。出てくるのか。睨み合いが始まってんな。自販機とのレバーを押すタイプか。なんか普通なんか、いやでも時間経ったら押してくるよね。でもまあ結構最新すぎて待つのかもしれないけど、攻める。こっからこっちからこっちからお釣りにするか。じゃあどうなんのかな。いきます。きた。いや青く点滅しなかったけど、え、え、来た。ちょっと上ない。いや、するする。この方法の、うん、まあ今3つ試して、まあ、一番なんか可能性ありきな感じは、うん、確かに確かに。だからもう一回ちょっと、でもこれ青いボタンが結局光ってる時に変えるから。ああ、なるほどね。お釣りを押しても消えたらもう変えないんですよ。そうだね。でもタンタンぐらいの、本当にタンタンタンぐらい。よ、はい、ちょっと早めだよ、女道。いきます。お、ん、え、あ、でもさっ、え、あれ、待て待て、青く点滅しないよ。なんでなんで、え、てかおかしくなってね、絶対おかしくね。いやでもさ、100円のとこ170円のとこ光ってんじゃん。いやでもことが光ってなくて、別に買えんのに320円だよ。あれ、なんで買えない、買えない。え、これマジでバグったわ。なんでこれしか買えない、謎のバグ。逆奇跡みたいな。あ、なるほどね。あ、釣り切れだ、釣り切れだった。
ジか。俺もっとさ、うん、こうさっきなんか連打したらなんかその学校で8本ぐらいできたみたいな、こういうなんか状況を想像してもういい、このこういう状況、うん、これ気持ちいいなって思って。でも俺1回なったことあるよ。マジで10本か。いやマジマジマジ、なんか普通に100円買ったけど俺の道10本ぐらいで行くことあるから。あー、でも古い自販機、昔なきゃね。自販機機械だからね結局。今から見た人、そう、今から動画見た人見てこれ。この動画を再生して一気に飛ばした人はもしかしたらすごい大変でできたみたいな。こいつマジで6本オロナミン C 手に入れたで無料でみたいな。まあというわけで、まあ、自販機の種類によってまた変わったりとか、うん、その新しいやつか古いやつかも変わると思うんですけど、ね、今回、はい、全部そのコメントできたやつを試してみたんですけど、はい、当たんなかったと。くそ、まあ、惜しい感じもあったけどね。はい、まあ、というわけで、まあウームの自販機でさっき水試したじゃないですか、はい、で結局まああの自販機じゃその方がダメだったと、うん、そうだね、ということで、まあでも実際にあれ裏技チックな感じなんですけど、うん、公式的に無料でジュースをもらえる方法あるんですよ。まあ多分、まあ、これ知らない人多いと思うんで、まあ、今から実際試してみようじゃないかと。そう、ちょっと僕らもやったことないんで。公式的にもらえる、なるほど。で、これコカ・コーラの自販機限定なんですけど、まあ、こういったコークオンみたいなこういうアプリがあるんですね、はいはい、でこいつでこうやって、まあ、まあこうピー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 こう接続するやん、まず、はい、製品を購入するとスタンプが貯まります。まあこの状態でまあ買うんすよ、うん、このアプリを取った状態でね。で何でもいいんですけど、まあ、とりあえずコーラ買ってみますと。はい、あ、通知が来た。で今1本買ったんですけど、はい、こうやって貯まるわけですよ、こうやってスタンプがね。なるほど、15まであるね。でこれをまず15買うんすよ。でまずこれをまあフルコンプしましょう。ちょっと今なんかジョージアの看護婦ビデオ買ったんですけど、なんか奇跡的になんか2個買ったら2個ついた。あ、ボーナスキャンペーン。あ、ボーナスキャンペーンなんだ。じゃあジョージアでちょっと貯めまくるわ今。めっちゃいいよこれ、やば。はいはい、よいしょ、うい、2個で、これでおそらく多分コンプやない。え、使う、ほら、お好きな製品1本無料。おお、マジでドリンク無料や。で、スマホジャンケンお好きな1本じゃあ、使うワンドリンクフィーとか言う。まあコーラにしますか。いいよ、一本いいよ、発見します。ほらー、無料。